ね、エスクローに聞いてみたいことを何でも お書きくださいと、本当にあの皆さんの協力してくださってありがとうございます。それで聞きたいことは何もないんですが、リクエスト曲がいっぱい書いてありまして、本当にあの、なんていうか、あのこのリクエスト曲に今答えて、短い間ですが答えてみると、まず隅田川です。弾けません。隅田川、長唄じゃないんですよ。時和とか清本の隅田川。僕なんかやると、まあ、似たような静波東風ってなりますけどね。まあ、そういう感じですね。静波東風。これが静波通りのお参りということなんですよ。この一の糸を一さばりって言ってね、あの二音下げるんです。でこの音から、これが上がりですよね。でこれを下ろす。もうちょっと湿気が帯びた感じしません？わかりますか？皆さん、さすがですな。こういうことで、これで下がりでわざとこの前弾きだけが湿気を帯びた感じで弾いて、前弾き終わってね、音もなくわけです。で一回だけね、前弾き終わったらね、これをね、これ上げるんですよね。でまあ音させたりしょ。それを音させないと上げられない。わかんないと、お前ら上げていいから。で俺が軽くなんだけど、ちょっと強く弾いちゃったら、そしたらうちの妹にすごい怒られてね、そしゃいって言われて、叱られたこと思いますそんな静波通り、知って、3曲糸の後ろであのね、リクエスト曲できるわけないでしょ、今この短いそんなこと
うちの弟子あのね。そういう感じで、何の時間でした？